はい、皆さんこんにちは。栄養家の小渕です。本日は、週末課題、構文ノート家庭法を含む構文を見ていきましょう。試験が終わったばかりですが、試験範囲で勉強した内容ですのでね、よく復習をしていきましょう。はい、それでは頑張っていきましょう。はい、それでは、家庭法を含む構文を見ていきましょう。まずですね、46番1ですね。もし私が車を持っていれば日本中をドライブするだろうですね。はい、これは持っていればですからね。元はもちろんこれハブだよね。でドライブするだろうですよね。はい、もうドライブがありますから、これはウィルを使っていくんだね。ですがこの文は実際は車を今持っていないんだね。ね。ってことは今の、この現実と違うことを言う、これは仮定法ですね。はい、ですから、これはどうするかというと、動詞を過去形にしましょう。ね、ってことですよね。はい、ですからもし私が車を持っていればですので、 If I had a car I would 保険は would だね。 I would drive around Japan となりますね。はい、2番、もし彼が私の電話を知っていれば私に電話するかもしれない。ってことは実際は知らないから電話しないんだね、となります。はい、ですからこれも同様に過去形していきましょう。もちろん知っているはノーですから、過去形はニューです。 If he knew my phone number he、 ってことはするかもしれない、かもしれないですから、もともとこれはかもしれないは may ですね。はい、ですから過去形しますので、はい、これは might となります、ね。If he knew my phone number, he might call me となります。はい、次が、If I were young, I would run a marathon with you. そういう文ですね。もし私が、これは、わかりますか？ってことだね。もし私が若ければ、ね、あなたのマラソンを走るのに。ってことだね。はい。ではそれを、じゃあ書いてみますね。はい、もし私が若ければあなたとマラソンをするだろうとなりますね。はい、じゃあこれを書き換えてみましょう。ってことは、実際はだね、実際は私は I'm not young、 若くないので、はい、でマラソンをしないんだね、しないだろうと。はい、もちろんこれは will not run なんですけども、ね、これ括弧1個じゃないからね、短縮形しましょう。want です。I want to run a marathon with you となります。はい。はい、じゃあ本番いきましょう。はい。あなたのコンピューターを使えたら、私はあなたにメールできるのに。はい。並べ替えですね。はい。if、ね、あなたですから、you could use a computer。いいですかね。If you could use a computer, I could email you となりますね。はい、で47番いきましょう。今度は、もし少し早く家を出ていたら、私は授業に間に合ったのに、どうですね。ってことは実際は早く家を出なかったんだね。出なかった。ので授業に間に合わなかったというね、過去の事実がありますね。ね、もし出ていたらということです。はい、こういうふうに過去の仮定法ね、に関して、
はい、時制を一つ前にします。こういう過去の場合は過去の一つ前の実践しましょう。それがいわゆる過去完了形ですね。つまりハードプラス過去分詞形にするんですよっていうのが、ね、勉強したことだよね、はい、ハードプラス過去分詞形、ね、この形にしていきましょう。はい、ですから、もう少し早く家出ていたら、家を出るというのはこれはリーブだね。はい、これ使いましょう。ですから If I had、はい、リーブの、過去分詞形はレフトだね。リーブレフトレフトです。はい、レフトホームアリア I 間に合ったのに。ですからこれはI would have okay would さて、ここで would、の後ろは必ずね、本当はハードプラス過去分詞形ですが、ね、助動詞の後ろは必ずここは原形です。ですからここは have にしましょう。 have です。で have の後ろは必ず過去分詞形ですね。はい、でここははい、ここね間に合うというのは、はい、be in time for です、ね、はい、こういうふうなこれ be 動詞です、はい、be 動詞の過去分詞形ですからこれは be にね入ります。 If I had left home earlier I would have been in time for my class となります。はい、2番です。 If I had had enough money I would have bought the bag となりますね。これね、これハドハドがあって Would have bought というね、いわゆる家庭法格好の文になります、はい、もし十分なお金を持っていたらそのバッグを買ったのだがとこだね。はい、じゃこれを書いてみましょう。もし十分なお金を持っていたら私はそのバッグを買ったんだがとなりますね、はい、じゃこれをね、書き換えてみましょう。ということは実際に十分のお金はなかったんだよね。ですから I didn't have enough money、 十分のお金はなかった、 so だから買わなかったんだね。だから I didn't didn't もしくは couldn't でもいいよね。はい、となりますね。はい、3番です。もし私の車が故障しなかったら私たちはもっと早く来られたのにと、はい、これ並び替えだね。 If my car hadn't broken down we could have come earlier。 はい、 If my car hadn't broken downWe could have come earlier となりますね、はい、ちなみにこの come、come は活用がね come came come と戻りますからね、はい、この come は過去分詞形の、ね、come ですからね、はい、注意してください、はい、4番です。もし私が君が暇だったら、パーティーに参加できたのにねってことになります。暇だったら参加できたのに、はい、これはハードプラス過去分詞形にしてみましょうね。で、暇だったのは be free ですね。でそう、普通だったら if you were free なんですけど、はい、ハードプラス過去分詞形にしますので if you had been、はい、free だね。はい、If you had been free できただから can だね、はい、だから could だね。 could have 過去分詞形参加する、まあ一番簡単なのかな、 join かな、 joined the party ですかね、はい、ね、いろんな言い方ありますね、回答を見ると
あとは出席するというアテンドが使われたり、あとは単純にカムを使ってね、カム、その場合カムは場合はトゥが必要だね、カムトゥ、はい、なんて答えがありましたかね、はい、まあ、まあ、単純にジョインでいいかな、はい、ね、If you had been free, you could have joined the party となります。はい、それでは48番ですね。これは未来の仮定法の形ですね。はい、ここではですね、should の形と were to の形ね、はい、出てきます。で、これは前、別のところでも説明しましたね。はい、should はね、少しだけど可能性がね、ありなんだね。なので、訳としてはこれ、万が一ね、なんとかすればみたいなね、言い方になりました。ですが、were to に関してはこれをね、基本これは可能性がなしです。ね、0%。ね、ワーツーはね、まあ、そうでない場合ももちろんね、可能性がある場合の方もあるんですが、ね、まあ、基本こんな違いがあることだけ頭に入れてもらえばいいかと思います。ね、さあ、見てください。もし万が一雨が降れば旅行は中止になるでしょう。はい、これはシューズからですね、言います。If it should rain, the trip、はい、もちろんこれはね、なるだろうだから、うずだね。はい。If it should rain, the trip would be cancelled となりますね。はい、2番です。If you should see him, say hello to him, home him, home me、ね。もし、あなたが万が一ね、彼、ジムに会うことがあったら、say hello to ってのは、もちろん、こんにちはと言っておいてってことだからね、通常、よろしくって言っておいてねってことになります。はい、じゃあ書いてみましょう。万が一あなたがジムに会ったら、彼に私のことをよろしくとお伝えくださいということになりますね。はい、このよろしくってなかなかね、日本語的だよね、やっぱね。はい、ね、だから say hello to ってなんかちょっとイメージは違うかもしれませんが、そんなことなんだね。はい、はい、3番いきましょう。 If a nuclear war were to break out, what would become of us? とありますね。このニュークリアウォーという言い方、これ覚えておいてくださいね。ニュークリアというのは、これは、いわゆるこの核のって意味ですよね。はい、ニュークリアウォーというのは核戦争のことを言います。ね、まあ、可能性がね、起こる可能性がない。ね、ことが望ましいですけどね。はい、で、言葉で war to が使われています。ね、war to。はい、ね。もし核戦争が、ね、起こったら、ね、我々はどうなってしまうんだろうってことだね。はい、じゃあ書いてみますね。仮に核戦争が起これば、私たちはどうなるんだろうかってことになりますね。はい、じゃあ4番いきましょう。もし仮に100万円が手に入れば、私は世界旅行するだろうね。はい、で、これは were to を使っていきましょう。ですからね、 if、I were toget ¥1,000,000. これかな。 If I were to get ¥1,000,000, I would travel around the world となりますね。はい、5番です。仮にもう一度生まれ変わるとすれば、私はパイロットになるのだが、ね、生まれ変わるってことは、これは可能性はまあないよね。なんとこれはワーツーの方をね、用いていきましょう。はい。ね、あと、生まれ変わるのはね、はい、be born again と言いますからね。はい。be born。ね。これ、生まれるだよね。はい。again はもう一度だからね。これで生まれ変わるになります。ですから、if I were to。で、to の後ろ。で、原型が来ますので、be だね。again ね。
して、パイロットになるのだが、はい、would だね。I would be もしくは、ね、become。If I were to be born again, I would be a pilot. もしくは I would become a pilot. となります。はい、それでは35ページに移りましょう。はい、49番ですね。はい、もう一度彼女に会えればなーっていう言い方。はい、今度はですね、いわゆる、ね、wish を使った仮定法を見ていきましょう。はい、ね、wish プラス仮定法です。基本的に wish というのは、ね、現実には、ね、可能性が低いもしくはないという、ね、ことに関してこうなればなというこという場合に使われる方に、ね、なります。そういう意味ではね、いわゆる hope、ね、こちらはね、いわゆる現実的な可能性がある方に、ね、なりますからね、この区別をちょっとねしてみてください、はい、じゃあ行きましょう。1番です。もう一度彼女に会えればな、実際は会えないんだよねってことですので、これは I wish、 はい、ね、彼女会えればな、会えればですから会うことができればってことだね。ですのでこれは can の過去形の could と言ってみましょう。 I wish I could see her again となりますね。はい、2番、昨日です。今度はね、昨日私たちのチームが勝っていたらな、買っていたらな、ね、ってことは実際は勝たなかったんだねという過去の事実です。ですので I wish our team、 はい、ですから過去の一個前だからね、過去完了形ハードプラス過去分詞形です。ですのでハード、はい、win の過去分詞形ですので、はい、one ね、I wish our team had won yesterday となります。はい、次です。3番。She wishes she had seen a doctor sooner。ね、see a doctor。これで、医者に見てもらうという意味です。いわゆる見るというのはね、こっちの意味でね、なります。ね、はい。sooner だから、もっと早く、ね、医者に見てもらっていたらな、ということはね、なります。書いてますね。彼女はもっと早く医者に見てもらっていたらよかったのにと思っているってことになりますね。はい、さあで、これを書き換えてみましょう。 She sorry she、 はい、これは、もっと早く医者に見てもらわなかったことだよね。ですからこれはかっこたつだから did not かな。医者にもっと早く見てもらえなかったことを、まあ、sorry ってのはね、これは残念ってことね。ね、残念に思ってるところです。はい。はい、4番行きましょう。彼はあの時その申し出を受けたらよかったのにと思っている。ね、あの時ってことは過去の、あの時ね。はい。ね、過去のあの時に受けといたらよかったなと思ってるわけね。それを今思ってるわけね。ってことになります。ですので He wishes、はいね、He had accept、ね、accepted the offer、ね、then となりますね。 He wishes he had accepted the offer then となります。はい、5番、あなたがここにいればいいのに、ね、I wish、ね、あなたがですから You were here、 これかな、はい、I wish you were here となります。はい、じゃあ50秒いきましょう。今度は、As if だね。 As if で、 if の代わりにそうでも同じです。as if もしくは as though、ね、まるでなんとかで
あるかのようにとかね、もしくはあるなんとかであったかのように ね、はい、アズヒュもしくはアズゾウ、仮定法ねとなります。さあ見ましょう。1番、ジェーンはまるで熱でもあるかのような顔をしている。ジェーン looks as if もしくはアズゾウね、で熱があるとか熱を持ってるところで have a fever です。ですから関係しましょう。 she had a fever となります。はい、2番、 he smiled at me as if he had met me before。 彼は私にニコッとね微笑んだですね。 as if he had met me before、 以前私に had met とかね過去にあったんだね、あったかのようにってことですね。まあ以前会ったことあってね、まあ、知り合いのような感じかな、そんな感じでニコッと微笑んだってことだね、なります。はい、じゃあ書いてみましょう。はい、彼はまるで以前私に会ったことがあるかのように私に微笑みかけましたとなります。はい、3番です。ウェンディはまるで幽霊を見たかのような顔をしている。はいね、さあじゃあこれはアーズゾウさてみましょうね。ウェンディ looks as though she had seen a ghost。 こういうかな。ウェンディ looks as though she has seen a ghost となります。4番、彼、あ、待って、4番ね、4番、父はまるで私が男の子であるかのように私を扱う。はい、扱うってのはこれね、treat です。treat。My father treats me、ね、as if、ね、私が、ね、男の子だら、アッポーイかな。これね、My father treats me as if I were a boy。 こうなりますね、はい、もちろんこれ if の代わりにゾウでも OK だし、この were の代わりにね was だとも OK です。はい、となります。はい、それでは51番いきましょう。ね、51番はいわゆる if を使わない、これは使っています。はい、基本あのね、助動詞の過去形は基本仮定法だと思ってください。だからよく疑問文でね、うじゅうとかくじゅうなんて使うよね。あれも基本的にね仮定法なんだよね。まあ実現できないかもしれないけど、もしよかったら少し遠回しないかってなるんだよね。はい、なのでまあ基本ね、助動詞の過去形が出たら仮定法なんですよってことはね、ちょっと頭の片隅に置いてください。はい、1番いきましょう。本当の友人ならあなたを助けてくれるだろう。はい、で、ですからこれはあ、本当だから true だね。 A true friend would help you。 本当の友人ならばね、あなたを助けてくれるでしょうってことなんだね。これを使います。はい、2番、もし私があなたの立場であればそうは言わないだろう。立場ってのはね、プレイスを使いますね。ですからこれだとします。 In your place、ね、はい、これでもし私があなたの立場であればっていうことになります、ね、はい、In your place I wouldn't say so となります。はい、3番です。Without their help, you would have failed、ね、この without です。はい、これはね、3つ字語で勉強しましたね。なんとかがなかったら、ね、なければなかったらって言い方 ね、はい、ね、
やりましたが、その言い方です。彼らの助けがなかったら私は失敗していただろうとなります。はい、書いてますね。彼らの助けがなかったらあなたは失敗していただろうとなります。はい、はい、without は別の言い方したらイコール bad for、 あと if it、 これはなかっただから had、 こっちだね、 had、 if it had not been for と、ね、同じ意味で使うことができますね。合わせて覚えていきましょう。はい、4番 to see him danceyou would think he is a professional dancer、ね、これは近く同士のつつやね、 see him dance、 つまり彼がダンスをしている、踊っているのを 見てればってことだね。彼が踊っているのを見れば you would think、 あなたは思うでしょう、 he is a professional dancer、 彼がプロのダンサーだということとなりますね。はい、じゃあ書いてみますね。はい、彼が踊るのを見ればあなたは彼をプロのダンサーだと思うだろうとなります。はい、5番です。私は今日忙しい、そうでなければ一緒に会食できるのだがですね。そうでなければ、これはこれですね、 otherwise です。これ使いましょう、ね、I am busy today otherwiseI could eat out with you となりますね。はい、この otherwise ですが、もしそうでなければとこなので、これは、ね、言い換えれば、ifI were not busy today のことね。もし私が忙しくなければとね。これは一言で otherwise って言い方ね、使いますので覚えておきましょうね。はい、6番です。正直な人ならそんなことはしないだろう。はい、これは先ほどの1番と同じような形ね、だと思ってください。正直だったのはオーネストです。はい、ね、ですからアンオーネスト、人はパーソンかなって書いていきましょうか。オーネスト、アンオーネストパーソン、ね、オーネストはね、スペルは H だけど、発音がオーネストですからね、母音なのでこれはアンを使うからね、注意しましょうね。An honest person、はい、would not do such a thing と言いますね。はい、もちろんこの would not は、ね、一語で、ね、wouldn't と書いても OK だよね。はい、An honest person would not doSuch a thing となります。はい、お疲れ様でした。試験終わりましたが、もう皆さんはね、3年生になりますので、こっからの、ね、1ヶ月2ヶ月の勉強が非常に大事になります、ね。ここで気を抜くことなく、ね、自分のね、真の実現のためにぜひね、白字勉強を始めましょうね。それではまた次回お会いしましょう。 See you